今日のフィッシングトリップなんですけれども、島根県の高津川に来ました。で、高津川といってもですね、柿の木村から柳亭、河口までかなりあって、で、今回ね、紹介したいのは引見川、支流の方ですね。支流自体はそんな柳亭ないんですけど、水質が綺麗で鮎が美味しいということで、引見川の方に来ました。で、私はね、全国的にもいろんなトーナメント回るんですけど、もう一つの顔はですね、雨男というふうな、異様がもうみんなに言われてますんで、全国的にも指令渡ってますけどね、今日も曇天でもうそろそろ雨が降りそうということで急いでやります。綺麗な湯ですね、これよー、やるぞ。わー、何これ、どうしよう。さあ、来ましたよ、高津川。おはようございます。ご無沙汰してます。すみません。なんか最近よく釣れるって聞いてるんですけど。そうですね、今年はすごい天然遡上も多くて、結構ユミさんの皆さんに結構。あ、そうですか。じゃあちょっと日券を1枚ください。はい、とおとりを2匹。ここはね、その釣った魚を僕らがこう釣って夕方5時までに持ってきたら、こうやってこう皆さん買い取ってくれてね、立派な鮎。これが小さいよね。で、大中小とこういう感じで分けて、これ全国発送されます。なかなかでもこういう漁協さんって少ないんですけどね。はい、はい、すみません、ありがとうございます。天然と養殖どうしましょう。あ、天然と養殖と、はい、こちらが天然です。はい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 、もちろん天然もらいましょうね。はい、天然と養殖といるんですけど、できることなら天然を買っていただきたい。で、養殖が悪いとかって言うんじゃないんですけど、やっぱり天然の方がかかりが早いんで、天然の方をおすすめします。ということで天然ください。じゃあ、お2匹、ね、はい、いただきます。はい、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。何今回のお題、何これ、じゃん、何これ、ちょ、マジでおもろいこと言ってる。何言ってんのこれ。高橋ユミロが挑む友釣りチャレンジイン高津川。ルール、友釣りにて釣り上げた数。ほうほうほう、これえ、ちょっと待って、8時ずっと焼肉がしてくれんの。ちょっと待って、100匹で出店料2倍って書いてあるやん。ちょ、やろ、8時やん。ちょっと早い、やります、頑張ります。ちょっと待って、これ半額とか書いてあるのね、これちょっとショックやんね、これね。わかりました、これやりますよ、やりますよ。じゃあギャラ倍やって、めっちゃ嬉しいやん。よー、やるぞ。80なんか釣れるか。今これパッケージから開けたとこなんですけど、これ目印のここがなんかついてるんですよ、こうピンクのね。これピュッと引っ張るでしょ、こういう感じで。で、これを穂先につける。こう輪っかになってるんで、ここへこういう感じで引っ掛けてもらって、シューッと引っ張るの。これ引っ張って、あと伸ばすだけです。こういう感じでもう9メーターになってます。で、あとはここですね。これひねって開けるんですけどね、大概こう上向けに開ける人いるんですけど、これひねってって書いてあるんで、ちゃんとひねってくださいね、これね。グッとひねったら簡単に開きますから。
あかんあかんって言ってる人いるんですけど、こうグッと上にやらないで。で、酒針と花缶がギュッと一緒くたになってるんで、これをビューッと移動させてもらったらこういう感じです。これでもう終わりで、今のワンデーの針ですね、まあ、自動針素止め、これに止めるだけですね。よいしょ、一滴の晴れ。で、水温がね、ちょっとこっちの方が低いんですよね、引き身の方が。で、本線はちょっと水温がだいぶ高くなってくるんで、で、まあこっちの方がええんちゃうかなっていう。今のガガガンって何やった？なんか前当たりっぽかったっすね。かかってるし今のガガガンもかかってます。意味わからん。いや、なんか絶対当たったな。わー、小さいすいません、めっちゃ小さい。釣れました、釣れました、一本釣れましたよ。50は釣りたいな。ちょっとどういうパターンがかかるかわからんからね。泳がした方がいいのか引っ張った方がいいのか。うわー、ちょっとサイズアップ。この子がもっとかからんとダメですね。わっ、かかったよ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 。いやー、バレそう。このサイズ、このサイズ綺麗な湯ですね、これ。かかったかかった。一角 SP 今使ってるんですけど、一角ってこう結構生え掛けタイプの針なんで、これ今かかってますけど、これシワリより良かったですね。意外と今も後ろついてるんやけどかからへんね。あー、どうして晴れへんかな。これでもね、もっと早くかかるはずなんですよ、晴れ出たら。でもいいわよね、これめっちゃ引くやん。うわー、あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、今アブがいてさ、アブがアブが今アブが来た、見た アブとか嫌いやねんそんなことある？めっちゃ当たりええよね。でもこんな当たりええ魚って大概バレるんですけど、
でもこの針バレへんねん。ああやっぱり雨やな。全国的に有名な雨男やけど、地方のテレビまで雨なん？俺嫌やわ。多分でもね、ここの子またかかりますよ。同じようにあれぐらい引っ張ってても。でも結構な前当たりの数はもらってるから釣れるでしょ、そこそこ。あとは雨次第、どこまで雨が上がってくれたらいいけどね。これまとわりついた。で今なんかこうほんまの口がかりでシュッて寄ってきてかかってるだけなんですけど、目印当たり出ないじゃないですか。でこれがだいたいまあこういうストレートタイプとかこの刺さりのいい針 の、 この特徴です。でかいやん、でかい。なんでこんなでかいのいんの。今も殻多いやん。かかったんか、多分今追われただけ。ズワーって飛びついてきてる。いや向こう入った時に、向こう入った時にシュンと。めっちゃ走るよね。これとりあえずね今上流向いて登らすんですけど、なんでかっていうとこう上流の方が後的にこう絡みついてくる魚が多いん で、 で基本的には上流上流上流で釣っていく方が、でも全面いるっていう考えでいいと思います。多分こんな今足支えとかもいるんでね、かかってるんで。ほらね、いるんですよ。なんか自分が上手なったみたいに思ってしまうやん、こんな。めっちゃ走んのよね。ほんで下行きましょうか。叩いたら何も見えへんし。あー、仕掛けなんですけども、まあ、仕掛けってね、あい釣りってこれ初めてされる方もいらっしゃるかと思うんですけど、ものすごく難しいイメージあると思うんですけど、まあ、このオーナーの場合で言ったらもう完全に本当の穂先の上から鼻かむの酒針まで貼り付けたらいいだけっていう状態で、売ってます。でこれがね、複合ですね。でこれがフロロで、あとまあ今ナイロンあるんですけど、まあ、ちょっとナイロン持ってくの忘れましたけど、あとこれ複合メタルの貼り替え、天井糸が残るんで、天井糸自体はでも1年でも2年でも持ちます大概で、ラインですね、ラインの方が切れた時に今貼り替えできるようになってます。まあこうこれセットで言えば、あこういう感じが、これがセット、こういう感じですね。でこれはこれで、セットっていうかワンセットですね。まあ今回はまあ水もねそんなに多くないので、まあ複合自体はこれはちょっと今日はお休みですね。でこのフロロの方の完全仕掛け、こっちでスタートしてみたいと思います。
あと針ですね、これをつけてもらって穂先からやっていって、あとはもうこの針を買えばこれで十分です。でこれワンデーパックというのが今回最近ずっと出てるんですけども、このワンデーパックというのはだいたい1日でこれが使ってくださいよみたいな感じになってます。ただね、河川によって、まあ、値上がりするかはしないかはといろいろあるんですけど、基本的にはあんまりね、この高津川とか綺麗な川はあんまり値上がりしませんから、これワンデーって言ってますけど、まあ、ツーデーパックぐらいになってる、なってるんですけどね、実際ね。まあそんな感じで、あとは号数ですね、まあ、今日はシュートで、一角 SP ですね、この SP シリーズがものすごく良くて、さすがポイントという、非常に、かかりが鋭いっていう感じで、やってますんで、まあ、これをちょっと今回使おうかなと思ってます。で今年のね高津って結構釣れてる釣れてるっていうからね、みんな連日結構お客さん多いんで、なんかだんだん上限割るのできたね、風きついし。もっとかかりそうやけどかからんね、このままではやばい。よし、ちょっとこれはあかん、めっちゃええとこやのにね。ちょうど今11時です。8時15分ぐらいからスタートなんで3時間ぐらいですね。まあパタパタっとは釣れましたけど、でもね、なんか知らんけど雨が降ってから急にかからない感じ、これまずいね、まずい。100匹なんて程遠い、サイズはいいですけどね。じゃあとりあえず数えましょうか。おっとり、おっとり、1、21個しかいません。あかん、もう、あかん、もう、どうしよう。ギャラ半額やろ。あかん、行くぞ。どうしてもこう腹がかりとかなって、どうしてもそうなるんやけどね、かかりどころが悪いやつもいるんで、ちょっとやっぱこういう感じで泳がそうがいいわ。気圧かな、誰か気圧でかからんくなるって言ってたよ。100匹のお題なんて絶対無理やし。絶対釣れると思ったのにな、あそこ。さっきのね、場所から約 500m ぐらいですかね、下流下に1個ね発電所があるんですよ。でそこから発電所の下から、まあ、水がちょっと水量多いということで、ちょっとこっち降りてきました。で長いね、見てもらったら分かるように長い線が続くんですよ、まあ、通称甲州街道っていうところらしいですけど、まあここでちょっとこの線をどんな感じか分からんけどやってみたいなと思います。
朝一めっちゃいい感じでかかったね。なんかブワーって雨降ってから一気に魚がね追わなくなった。でもようあるっすよね、そういうことね。なんか水温が下がったのか何なんだか。小さいけどいいです、小さいけどいいです。この子でなんかいまいちやね。ずっと渇水続きやからやっぱ魚ビビってますよね。今でも もっと早くかからなあかんよね、あの前あたりで。あ、追われてるとかって言っててから朝なんかもう何も考えんとスコーンと目印引っ張ったからだいぶぐるぐるやってかかっとんですよね。今でもこれはちょっと今泳がしてきついてきたけどね。だいたい天気悪すぎるやん。雨降ってへんの。誰も人いいのね。もっと手前からでもね、もっと小さいのがバラバラかかるね。ええ時は。それが全くないでしょ。晴れた日にチャレンジしたかったよ。はい、ちょうど1時間15分ぐらい。もう全然釣れません。あかん、何匹増えたんやろ。2やけど、おとりおとりやね。7個28匹全然ダメ。今ちょっとまあちょっと下がったところなんですけど、引き身筋を諦めて本流やってみましょう。昼からね、昼からって言ったら1時回ってるからやばいな。頑張りましょう。このでもこの河川はやるとこは多すぎる。ここはうん、昔めっちゃかかったのよな。ここめっちゃ追い悪いな。天然河川ってこれぐらい変わるんですよね。あがー参りました。やりましょう。はい、今回まあ、島根県の高津川というところへ来て、まあ、非常に、僕も何年ぶりかに来てね楽しみにしてたんですけど、散々な目に遭いました。お題が100匹以上とか80匹とか50匹とか、あ、ものすごいことが書いてあったんですけど、結果はですね、3カ所回って、
今回32匹ということで、最悪の結果でございます。で、鮎のサイズはまあまあ良かったんですけどね、残念な結果に終わりました。で、今現在は4時なんですけど、まあ、もうちょっと普通ならできるんですけど、ちょっとね、雨足も強くなって本降りになってきて、ちょっと雷がなってきたんで、今日はこんなもんで、高橋雄二のギャラは今回半額でございます。まあ、雨男本領発揮で、いや、でもリベンジやりますよね。まあ、そういった感じで、なんかちょっと違う場合行きたいですね。ここはもういいやということで、あのお題のまま違う場合行きたいと思います。ありがとうございました。